皆さんこんにちは、麻雀一番街公式アンバサダーの水原明菜です。今回から6回に分けて水原明菜の麻雀講座を開講したいと思います。第1回の今回はパイの種類とドラについてお話ししていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。麻雀一番街、説明するのに麻雀一番街のチュートリアル機能を使っていきたいと思います。まずはじめにパイの種類ということで麻雀パイというものを紹介したいと思います。麻雀に使うパイは大きく分けて4種類あります。1から9の数字を表しているパイが3種類と漢字が書かれているものが1種類あります。数字と赤い文字で書かれているものをマンズ、青っぽくて丸い図柄がピンズ、緑色の棒が書かれているものをソーズと言います。この数字を表しているパイをスーパイと言います。マンズに関しては漢字で書かれているので分かりやすいと思うのですが、ピンズは丸の数、ソーズは棒の数でそのパイの数字を表しています。残りの漢字が書かれているものを字牌と言います。字牌にも大きく分けて2種類あって、トン、ナン、シャー、ペーを風牌、ハク、ハツ、チュンを三元牌と言います。そしてここで今回のもう一つのテーマであるドラについても勉強していきましょう。上がりの形に関しては次回お話しするのですが、上がった時にボーナスポイントがつく牌をドラと言います。ドラには表ドラ、裏ドラ、缶ドラ、赤ドラなどルールによっていくつか種類があるのですが、今回は一番よく出てくる表ドラについて説明していきます。このようにドラ表示牌というものが毎回あるのですが、ドラはこの次の牌になります。1のマンズが表示されたら2のマンズ、9のマンズが表示されたら戻って1のマンズがドラになります。字牌に関してはトン、ナン、シャー、ペー、また次のトンという感じでこう回っていくんですね。三元牌に関しては、ハク、ハツ、チュン、ハク、ハツ、チュンといったように用意します。順番を覚えるのが大事になってきますね。この34種類の牌を4枚ずつ使って行うのが麻雀になります。麻雀一番街というわけで、今回は牌の種類とドラをテーマに勉強していきました。次回は上がりの形がテーマになります。ぜひ一緒に勉強していきましょう。この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたね。